先日近所で植木市があった。花や木の苗、植木の店に混じってミニ盆栽の店ブースがあった。本当に小さな5センチメートルくらいの可愛い盆栽が大量にディスプレイされてる。その前にバックパックしょった2人の若い外人さんがいましたよ。何か熱心に見てたな。ふざけた感じではなく真剣&面白そうに静かに見てた。私が来る前からいて立ち去ってもまだいた。年寄りじゃなくて2人とも若い人だったのがびっくりでした。前にこのスレで外国では盆栽は人気あるって聞いてたけど本当なんだと。そして日本では何でも小さい伝説がまた増える。5センチメートルくらいで花まで咲いてて土の表面にはちゃんと苔まで生えてて500円確かと。リーズナブルなものも多かったけど検疫でお土産にはできないんだろうな。がなければ思わずどれかプレゼントしてた下町の人としてはどこが日本びいきと言われても微妙に困るけど、場所的に観光地ど真ん中ではなかったのでこんなとこまでよくぞ来たって感じ。あとミニ盆栽に興味持ってくれてありがとうみたいな。浅草寺を裏へ抜けてきて植木市の端っこを見かけて寄ってきたのかもしれないけど、